あ、それとちょっともう一つ、あの今日ですね、黒瀬からあの次男坊の兄貴が来てくれまして、あの兄貴が座ってるんですけど、あの昔二十歳のですね、弾き語りの仕事が見つかって、あのギターがなくて買ったばかりの兄貴のギターを持って帰って、この前やっと40年に返したというね、ひどい弟でした。ごめんなさいということをちょっと伝えたかった。では来てくれました。はい、ということで、じゃあスローダウン、ワン、ツー、スリワン、ツー、ティー、ファー。